俺の名前はルパソ三世。俺の名前は資源大介。この動画は、かの有名な王泥棒とは全く関係のない、ごくごく普通の俺たちが、ただゲームを実況しているだけの動画です。よかったら見てやってくれな。それでは、これより厚かし裁判を行います。まずは共犯者として容疑がかかっている小右衛門、お前をとことん尋問します。帰ってきて早々に、拙者、おかしな裁判にかけられておる。斜め小僧。公平な立場にあるセミカタさん、ニャッジをお願いしますね。わしはただ肉じゃがを持ってきただけなんだがね。まあ、こいつの気の済むまで付き合ってやれよ。まず、お前は俺の八橋と分かっていながら、容疑者が八橋を盗むのを容認しましたね。まあ、悪い言い方だとそうなるのかな。認めましたね、共犯者であると。しかし書き置きがあったでござろう。お主らがおらぬゆえ、書き置きをしておくと申しておったぞ。あーあったよ、すごく見えづらいところにな。しかもこんな書き方、完全に泥棒じゃないか。急いでおったのだから仕方なかろう。大体、なんでお前もいなくなったんだ。盗みの共犯者だから恐れて逃亡してたんだろう。それなら帰ってこないと思うがな。にゃあ、どこに行ってたんだ。うむ、お主が悲しむと思って、あなたに差し入れを買いに行っておったのだ。わあ、小右衛門、無罪。すごいな、おい。そしてわしの存在無し。まあ、本人ももうすぐ戻ってくるだろうから、食べながら待つとよいだろう。そうだな、セミカタさん次は頼むぜ。その前に、実況プレイの続きをお楽しみください。おはよう、資源。おはよう、ルパ、あれ？もう翌朝になってんのか？あれから、探索をちょこちょこしてたら、夜になってました。目星いいものがなかったから全然カットか。はい。シャムチャウダーうまいです。もぐもぐ。それで、今日は何をやろうってんだい？腹も満たされましたので、あるものを作ります。まずは道具を作りますね。さて、建築系か？似たような感じだけど、ボスはやったことないです。ボスがやったことのない、酒が必要なこと？まあ、見ててちょうだいよ。すぐにわかるからさ。ああ、いいぜ。その前に、忘れていたけど小屋を強化しておくぜ。ああ、石ブロックだったものな。電気もあるので、屋根以外全部コンクリ強化して、色を塗っていくぜ。屋根は補強しなくていいのか？うん、塀を作る予定だから壁だけでいいかなって。でもちょっと怖いから、2段階まで強化はしとく。で、どこ行くんだ？おい。素材が足りんです。すぐそこの壊れた家の瓦礫を掘ります。あ、荒野の土な。はい、そこで資源に物申したい。え、またかよ。あなた、砂は砂漠か建築途中のところにある砂山が斧だと、そう言ってましたね。あ、この荒野の土からも取れます。え、そうだったか？右下をよく見ろ、クソが。はい、取れてますね、砂。訂正しないといけなくなるから、嘘を教えんな。ごめんね。屋根の一部破壊されていたので、先端だけコンクリにしたぜ。それで、ここですよ。うん。ちょっと掘りますよ。また大掛かりっぽいな。建築とは、常に計算しながらなのです。建てるべきものを先に建てておかないと、後々困ることになるのです。それじゃあ、小屋を色付けしていくね。酒を持った状態で R キーを押すと、メニューが出てくるので天気マークをクリックしよう。あとは、好きな柄を選んで、着色していこうぜ。種類が豊富というわけじゃないけど、やりくりはできるバリエーションだぜ。まずは石ブロックの柄を塗って、壁は木の模様を。屋根もシックな色合いでいくぜ。うん、やっぱり和風なんだな。そりゃ小右衛門の離れになる建物だからね。屋根の下も色を塗るのを忘れずに。室内ももちろん、色を塗っていくぜ。天井はこっちがいいかな。仕切りの壁も塗り替えておこう。小屋の裏に塀を建てるぜ。穴を掘っていたのはこれか。そう、地面を同じ高さにするためにな。えっほ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 。また穴掘ってんのか。大川どうした？もう夜も近いので、花子が来たら非常にうざい。小屋時間かかりそうだな。この辺の整備をしとかないと、ボスがやらなかったことに移れないんだよ。位置とかちゃんと決めたいからさ。ま、気長に待つぜ。資源できたぜ。おう、一晩中やってたんだな。ひとまずは、小屋のリニューアルを見てくれ。あ、見ようじゃないか。にゃ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 ーん。こちらです。うん、形は同じだからわからないかもしれないが、見違えるように和風の小屋になったな。どうよ、これ。うん、小右衛門も喜ぶだろうな。でしょうでしょう、周りにもタイルを敷き詰めたぜ。大理石の柄なんだな。うん、金持ってんぞっていうアピールのためにな。
意味がわからんが、塀も立てたのか。そう、まだコンクリが乾いてないけどね。これで裏側はゾンビが簡単に侵入できなくなったぜ。中も見てよ。うん。まあ、側が変わっただけだけどさ。おう、なんか、蔵みたいだな。ちょっと、せめて忍者屋敷って言ってくんない？すまん。なかなかいい忍者屋敷だ。なろう、これで雰囲気が一段と良くなったぜ。ただ、一部色がどうしても塗れなかった。あ、ステーションが邪魔だったんだな。すごく気になるけど仕方ない。そういうの気にするタイプだもんな。ところで左側の階段は何なんだ？あ、これ、これは本アジトに行けるようにする階段。まだ数段しか作っていないから、鏡みたいになってるけど。へえ、ここから通じるようにするのか。うん、まだ仮状態なので少し移動するかもしれないけど、ここからあそこまで階段を作って、左側のアジトへ行けるようにするよ。めちゃくちゃ時間かかりそうだな。そうですね、でも、街を一つ作るよりかは簡単だと思います。ああ、ボスが2ヶ月かけて作った日本の商店街な。とりあえず、小屋は完成したので次へ移ります。ごめんね、また1日経ってます。あの後、探索に行ったんだが、今回はアジト内の作業動画ということで、全面カットしているぜ。まずは地ならしをしていくよ。これは地形ができた時点で、よりリアル感を出すためにふんわりしてる部分を、本来の高さに戻す作業だ。フレームを置くとふんわりがへこむんだよね。フレームを置くと草もなくなるので、草刈りにも便利だ。草、あまり使うことないからね。取る必要がなかったら、こうやって消すのも手です。高さがはっきりと分かったところで、余分な土を排除する作業に移ります。おほがを使うんだな。明るい間は、花子訪問覚悟でやらないと、時間かかっちゃうからね。あ、間違えて穴開けちゃった。そんな時は、粘土で土俵を作って埋めよう。土でもいいけどね、そこはお好みで、グラスとした土俵を埋めるよ。再度土を埋めると、またふんわり感が戻るぜ。へっこめやー。それじゃあ、地面の整備終了までしばらくお待ちください。うん、大体この辺まででいいかな。見てよ、平らにな。どうした？花子がいました。気づかれる前に距離を取ります。おう、慣れたもんだな。今、ゲームの世界で18時を回ったところですが、8時から大が使用し始めて、花子何回来たと思います？さあ、何回だ？この子を合わせて、なんと、14皿ですよ。星プロマイドの選択画面みたいになってるな。いい加減なれるわ。こんだけ現れたら、ともあれ、ここ一帯を平らにすることができました。お見事。大金削っただけですけどね。なんだよ、褒めたのに。これでやっと次の工程に移ることができるぜ。ほう、もうなんとなく予想はつき始めたけどな。にゃあ、ちょっとこの辺をさらに掘るぜ。掘りまくりだな。もう粘土だらけですよ。はい、掘れましたのね。次はこの工作区画を穴の中に入れていきます。これは、ボスが一度も作ったことのない、栽培用のプランターじゃないか。そうです。ただこのプランターは、アルファ18から追加されたもので、それまではクワを使って土を耕すと種を植えれる仕様でした。ああ、ボスはクワで土を耕したこともなかったからな。なぜ、かたくなに畑仕事をしなかったのでしょう？ボス曰く、探索が一番好きだから、畑をいじる時間が惜しかったんだとよ。いや、種植えるだけじゃないの。そんなこんなで1列分のプランターを並べ終えました。次は、ここら辺の拾った種を植えていきます。これはカボチャ。ボスが見たことのないやつな。ボス、カボチャが好物なのに。そしてジャガイモ、1個しかなかった。ブルーベリー。ブルーベリーパイいっぱい作れるな。ユッカも1つあったから植えておくぜ。わー、かわいい。見てよ資源。生命の神秘を感じないか？いや、特に。なんだよ、ロマンがないなー。この隙間が気になるので、平らな石ブロックを敷いていくぜ。プランター、穴の中に入れなければよかったんぜ。畑っぽくしたかったんだよ。コエモンが畑仕事をするって設定なんだから。いや、やるのはお前だけどな。ああ、そうだ。もう一つ作らないといけないものがあった。まだ作んのか？うん、キノコの栽培小屋をちょっと。うわぁ、こだわるなー。そりゃやるからには徹底的にやらないと。ボスが粘土草刈るのが分かったぜ。こんな風にこだわるタイプだからなんだな。フレームの形を変えたい。フレームはいくつかの形に変更することができるぜ。これかなー？実際置いてみないとピンとこないんだよね。何度も使ってると分かるようになるんだけどな。こうだな。あれ？ない。どうした？
この先端につける三角な形がない。これはもしや、これが必要かもしれない。卓上丸の子か。わかりやすく言うとテーブル層のことだ。わあ、何かを作らないといけないにゃん。ぬう、連結をまず作らないと。大変そうだな。連結作ってる間に、作業を進めておこう。間違えた。ここはブロックじゃない。やっぱ丸太でしょ。柱だけ丸太なんだな。全部丸太でもよかったかもしれない。でも面倒なので柱だけ丸太にしとくぜ。よしよし、卓上丸の子が作れるぜ。それを作ってる間に、色を塗っておく。慌ただしいな、おい。ああ、ペンキがなくなった。ペンキペンキ。ペンキはステーションで作れる。聞くとオイル一つずつで、100塗り分出来上がるぜ。はあ、材料しまいたい。実際、ゲームをするとこんな感じになるのが多いぜ。なぜならアイテムは常に整頓しとかないと、欲しい時にすぐ取り出せなくなるから。はあ、ペンキペンキ。卓上丸の子も出来上がったようだな。よっしゃ、まずい。え？置き場がない。いや、ここはおかしいよね。ステーションの机の真ん前っていうのはな。ああ、作業場に置くスペースだねー。いや、そこはおかしいって。ステーションで作業するとき、卓上丸の子の上に乗るみたいになるじゃねえか。いや、そこ小右衛門が寝るとこだろ。ここは囲炉裏だし。いや、足元に置かれたら迷惑だろ。あ、でもなんか修理する机に見えてきた。なんでやねん。仕方ない、ここにしておくか。外じゃダメだったのかよ。一応、破壊されたら嫌なので。あったこれが。本当か？間違いない。前世の記憶がそう言っている。でも一応一つだけ作って、確認してみる。はいはいはい、取り付けてみましょう。本当に忙しいな。回転させて、どうだ？あーん、これこれー。気持ち悪いぞ、ルカソ。あれ？今度はどうした？テーブルがない。うん？ごくごく普通のテーブルがない。机、かなー？あら、ないな。どうやって作るんだ？見つからなかったから、木製保管庫にしとこ。よしこいつを、あれ？形変えれるぞ。まさかのテーブルがあったな。知らなかったの？資源。多分仕様が変わったと思う。犬小屋置けるすごい。置かないけど。置かないんかーい。小右衛門のイメージがないからね。やっぱりテーブルだな。それをどうするんだ？ここに置いちゃう。それでね、さっき作ったランプを置くんだ。眩しい。松明とろうそくの光で慣れてたからびっくりしたぜ。ああ、肉シチューうめえ。いや、今の家庭は必要だったか？いつもメニュー開いて食べていたから、ちゃんと持ってるとこ見せようと思って。食べ物は手荷物と全部四角い何かになるけどな。それはそうと、畑が出来上がったので見てくれる？にゃん。お、なんかそれっぽくなってきたな。ゴエモンをイメージして作ってるからね。種がまだあったので、畑の巣や。ああ。間違えて殴っちゃったよー。大丈夫だ、カバンの中に戻ってる。あ、本当だ。って、ことは植え替えができるんだね。実がなる前に取っちゃうと種に戻るみたいだがな。うすす、かわいい。確か1日か2日で実がなるぜ。これはコーヒー。コーヒー、全然飲まないじゃないか。寒さ耐性がつく飲み物だから、飲む機会がないんだよね。でもあったから、とりあえず植えた。種は作ることもできるぞ。いくつか本も読んだだろう。うん、でもとりあえずは拾った種だけでやっていく。どこまで畑が広がるか試したい。変なこだわりを持ち始めたな。で、ここは基本お花を植えていくぜ。ランプもいい味がしてるだろ。うん、最初よりも数段良くなった。ところでキノコ小屋はどうなったんだ？はいはい、こちらでございます。お、キノコ小屋だ。キノコ、早速植えてるぜ。見えるかなー？これなんだけど。まあ、成長したらまた見せるといい。あ、これマッシュルームだったのか。俺はてっきり、しいたけかと思っていたぜ。食わないんじゃないかな、アメリカでは。そうか、しいたけうまいんだけどな。味に深みがあり、栄養も抜群、そしてヘルシー。何その突然のしいたけ推し。そんな感じで、畑作業はこれでひとまず終了だぜ。お疲れ様でした。それで、これからどうするんだ？救援物資が落ちているので、それを見に行こうかと。ちょっと待ってくださいよ。今なんか見えた。クマだー。え？ここってクマいた？いや、いなかっただろ。どこか木川から移動してきたのかな。とにかく、やっつけておかないとな。武器武器、AK でいいか。猟銃は使わないのか。一発ずつ
られないからやな。はい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 、おとなしくしててちょうよ。こんだけ距離あらー、やられる心配はねえな。はい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 、あ、頭が言うな言うな。おほう、新鮮な肉ゾンビクマじゃなかったんだな。ありがたいっす。それじゃあ、出発しますかね。ところでルパソ、気がつけばもう明日がブラッドムーンなんじゃないか。え、なに？お前は勝手で畑仕事してたんじゃねえのかよ。あんまり考えてなかった。大丈夫なのか準備の方は。まだあの迎撃拠点は壊されてないし、少し改良する程度だから大丈夫だと思う。ま、3回目だからな。そろそろ新しいゾンビが登場するだろうから、その辺もちゃんと考えておけよ。はいはい、ありました。さーて、何かな。期待はせずに開けちゃうぞ。申し訳なさ程度にレザーグローブが2個入ってるな。ショットガンの弾はありがたいけどね。いやー、ちょっとグラグラすっか。ここは前に見つけた隣町だったな。そう、町がどんな大きさなのかも分かってないから、一通りぐるっと回ってみるよ。うん、資源、あれはもしかして。あ、雪の地域だ。わあ、真っ白。リアルじゃ暑くなってくるこの季節、見た目が涼しくていいじゃねえか。ないいね、涼しいね。ちょっとここに寄ってもいい？なんか素材が見えてんの。お前の探索選びは素材なのか。だって建築を今後やっていくんだよ。少しでも素材は欲しいじゃないの。気持ちはわかるが、これを取らなくてもすぐに集められると思うんだ。うん？あら、なんか地下らしきものがある。地下というか洞窟っぽいな。まあいいや、先に上から順に見ていこう。ここは倉庫じゃなくて寝室？離れみたいなもんじゃないか。この狭さ、落ち着くぜ。調べられそうなものはないな。あ、あっちに行くのか。あれ、なんかデジャブ。こういう家に前も入らなかった？似てるが違うオタクだな。この小屋に2階はなかっただろ。確かに、似てるけど違う形の家なんだな。よし、あっちから家に入ってみるか。お邪魔しますよ。あのタンスの中にいそう。まずいる方の確率が高いよな。叩いてみるか。そりゃいるよね。あ、はい、どうも。にしても、ずいぶんボロボロになってるな。戦争の爪痕かな。ふーむ、これはまず、上に行くべきかな。ルートの光らしきものが見えるしな。報酬、あんのかなと。まあ、一人ぐらいなら。あら、下から来てるわ。ここ何かあるかな。あ、ありますね。おお、食料の山だった。蜂蜜だったな。うんうん、まあいいよ。あ、奥にも部屋がある。まだゾンビいるな。そうですよね、二人は卑怯。でも倒してきました。ん、床、歪んでるよな。俺の目はごまかさ。わあ、ごまかされてる。そういえばさ、さっきから雪のマークが出てくるんだけど。それは寒いマークだ。太陽マーク同様に、オレンジから真っ赤になると危険だから気をつけろよ。はーい、特に何もなかったので、2階に戻ってきた。おや、ゾンビがドアを叩いてる。このドアは壊しちゃうか。ん？うん？なんか、見たことのない服装のゾンビ。あー、彼は多分、雪山おじさんだ。でか、強さ的にはバイカーと同じくらいだと思う。雪の地域のみ生息している。ハイデハイデフルハイデホー、ハイデハイデフレホー、ハイデハイデフレホー、ハイデハイデフレー、ハイデハイデフルハイデホー、ハイデハイデフレホホー。大きくなれよルパソ、古すぎて伝わらない歌は控えろ。資源もノリノリで歌ってたじゃないか。お前だけだと謎の呪文を唱えたと思われるだろ。同じだよ、歌えてないんだから。お前が変身すんな。2階を見て回りたいが、ここにいるんだよね。やりゃあいいじゃねえか。ん、ちょっと後回しにして、先に1階を見るぜ。なんで下から行くんだ。さっきの地下に降りれるところがあると思うんだよね。先に報酬をいただくつもりか。まあ、そうとも言う。2階は多分いつも通りの光景なので、カットする可能性ないなしな。まあ、それもそうだな。おほう、俺様の大好きなキッチンスペース。今ゾンビいなかったか。あらま、寒い地域なのに上半身裸が多いな。ん？わあ、目が光ってる。目が光ってるゾンビは走るゾンビだ。いねね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 ね。つまり、走るゾンビは目が光っている。今、朝ですけど。ルパソ、最初に言っただろう。ゾンビはだんだん強くなっていくと。いやー、なに？だんだん走るゾンビだらけになんの？徐々に増えていくから、そうなる前にアルファ19になるんじゃないかな。ちなみにアルファ18から登場している、デモリッシャーという最強ゾンビがいるんだが。
ボスはまだ一度もいたことがない。ボス、1日目からやり直ししすぎるから。だから、なるべく必ず一度は登場させるようにと、ボスからのお達しが来ている。勝手すぎる。そして走るゾンビまだいるし。リロード。うわぁ。またかよ、大丈夫かな？いや、これ一回再ログインしてこいよ。してこいって。ちょっと待ってね。さっき勢い余って地下に降りちゃったから、報酬のところまで行ってから再ログインします。地下のゾンビこれで全部みたいだしね。じゃあ、早く降りて、報酬を見つけろ。はいはい。地下の奥にはしごがありました。ん？部屋？いやー、別に下に降りなくても。ああ、なるほど。罠が置かれて入れないのか。それじゃあ、再ログインしてくるー。してきましたー。早速中見ちゃうー。うん、嬉しいのは頭だけだろ。そうですね。ん、もう一つ箱があるな。これはどういけば？あ、こっちから行くのか。落とし穴になってないでしょうね。大丈夫だとは思うが、一応橋を通った方がいいな。あ、ちなみに2階はすでに見て回りました。案の定だったのでカットなんだな。こんだけ頑張って、木材ですかー。略奪品ボーナスのスキルをもっと上げたらいい。いやー、ここの探索は終わりだな。もう一つのはしご。あったあった。ここ登ったら最初入った小屋に出るだろ。ゴール。はい、お疲れさん。それにゃ、荷物いっぱいだから帰るかな。あ、そうだルパソ、雪が取れるぞ。え？雪？うん、掘ると雪玉が取れる。雪玉は汚水と同じ扱いなので、雪玉とカラビンで飲み水が作れるぞ。マジか、別にいらないけど、記念に持って帰ろう。ま、雪の地域だと泉は困らないっていう話だな。雪だるまとか作れたらいいのに。今後、そういうのが追加されるといいな。ん、こんなもんでいいか。こっそり取ったな。何度も取りに来ることはないだろうからね。ま、記念品だな。はい、屋上に来ましたよっと。おう、これはなんだ？それは発光体ゾンビ用のパーツだな。え、ちょっと待って。何発光体って？緑色に発光しているゾンビは、回復力が尋常じゃないんだ。なので撃っても撃っても死なない状態になる。それを武器につけておくといい。回復能力を無効にしてくれるからな。なんか聞いてるだけで怖いんですけど。だが、まだ出ないとは思う。警官ゾンビすら出てきてないからな。それに、そのパーツさえあれば、通常のゾンビへのダメージとさほど変わらない。そうなんでしょうけどね。俺、生き延びれるかな。ピストルにつけておいたぜ。あ、俺体力減ってるな。ちょっと飯食って回復しようかな。スタミナも下がっているしな。茹で肉食べちゃおう。急激に餓死しそう。あ、食中毒の一つだ。一つはお前も体験したうんこだだ漏れ状態。もう一つはこの餓死状態だ。食い物ねえよ。蜂蜜、蜂蜜舐める。頼む、持ってくれ。少しは満腹度が上がるみたいだな。まずい。非常にまずい。食い物を探さなければ。バイクの中に蜂蜜あった。家に戻るまでそれを舐めるしかないな。ペロ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 。クマになった気分。餓死するより全然いいじゃないか。しかし、なぜご飯を食べて餓死になるのか。多分、食中毒で上から下から出たために、胃が空っぽになったんだと思うぞ。そういうことだったのか。おいっすー、ジョエルー、物を売りに来ましたー。よし、これで全部と。随分増えたな。あと頭とか買っちゃおうかなー。ん？バケツ？バケツに目をつけるとはお値が高い。バケツで水を運ぶことができる。つまり、アジトに水場が作れるということだ。買うよね、もちろん。まあ、今のお前なら作ることもできると思うがな。お金たくさんあるから、自販機で缶詰買おうと。お、贅沢ですねー。パスタとー、味噌汁と、シャム缶、そしてスープ缶。だしの缶詰って書いてるけどな。多分、ブイヨンとかのことだと思うけど、だしは逆に伝わりづらいな。もうこんな時間か。明日のブラッドムーンの準備しないとな。そうだな。うん？あらら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 。資源、実がなってる。本当だ。わあ、かわいい。わあ、見てよ資源。実がなってるよ。大喜びだな、おい。あれ？コーヒーってこんなのだっけ？これはまだ生育中らしい。それ以外は取れるみたいだな。そっかそっか。それじゃあ、初の収穫を。
興奮状態なのがカメラ越しにすごく伝わってるぜ。とっても苗は残るんだな。そうだ、永久に生え続けてくるぜ。ほら、楽しい。よし、食材の箱にしまっておこう。食材の種類も随分揃ってきたじゃないか。楽しいね。そういやキノコもそろそろできてるんじゃないか。そうだ、ミニーかなか。キノコ、キノコ、キノコ。ごめんなさい、まだできてませんでした。なぜわかるんだって話だけどな。かぼちゃが取れましたので、早速、このかぼちゃチーズケーキと、かぼちゃパイを作ります。できました。ちなみに、これはタコスだ。チーズケーキとパイってどう違うんだろ？回復が違うのかな？ん？チーズケーキなんか効果が多いぞ。これを食べてトレーダーで買い物すると、少し安くなるみたいだな。マジかよ。髪がかってんな。よし。大切にしまっておこう。食べる気ゼロ。もったいなくて食えねえ。腹減ったらタコ食うよ。そんなわけでヒゲンちゃん、どこで区切っていいのかわからなくて、また少し長くなってしまいました。今日の動画はここまでにしたいと思います。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。